二本松城は、福島県二本松市郭内にある日本の城。日本百名城の一つ。別名、霞ヶ城、八鬼城と呼ばれる。平成19年7月26日、二本松城跡として国の史跡に指定された。霞ヶ城公園として日本桜名所100選に選定されている。二本松城は、二本松市街地の北に位置し、麓の館と標高345メートルの白旗が峰に築かれた城郭からなるはしご格式の平山城である。江戸時代は二本松藩主庭師の居城となった。戊辰戦争。慶応4年7月29日西宮二本松藩は二本松の戦いにて二本松城に火を放ったのは庭は左衛門の養子重政である。重政は二本松城に火を放ち、自刃していたという。これは、重政の乱心であったと、庭は左衛門のが、この大馬鹿者が勝敗決しておらぬわと激高したと伝わる。慶長20年に起きた大阪の陣以降、城を枕に討ち死にした藩は、304藩ある中で、二本松藩だけであった。現在は、霞ヶ城公園として整備されており、石垣と再建された三輪門がある。三条の本丸には天守台、石垣が近年になって再構築された。また、城の入り口には、二本松藩七代藩主、庭高広が、家臣で、儒学者の岩井田作比の献策により、一夜のうちに、自然石に、藩政改革と、綱紀粛正の指針を刻ませた、開石銘碑があり、昭和10年に、旧二本松藩開石銘碑として、国の史跡に指定されている。城郭由来の建造物として、県指定文化財の茶亭、先進亭が明治時代に城内に再移築され現存する。室町時代初期の興国2年、略応4年、室町幕府より奥州短大に任ぜられた畠山高国が、塩沢、天地ヶ丘に最初の居を構え、地名を二本松と改称し、畠山氏七代当主。二本松万泰が、応永21年もしくは嘉吉年間にこの地に、二本松城を築いた。以後、みちのくに定着していた二本松氏は、戦国時代になると、伊達政宗の攻撃を受ける。天正13年10月、15代当主、二本松義次は、政宗の父、輝州に降伏を申し出た。輝州の元に出向いた義次は、輝州を拉致して、二本松城へ連れ去ろうとしたが、これを聞きつけた政宗に、輝州諸とも射殺された。政宗はすぐに、二本松城攻めを開始したが、守備側は、義次の子、国王丸を警視に立て籠城。城は、政宗の猛攻によく耐え、援軍の佐竹義重、相馬義胤らが加勢に駆けつけたこともあり、政宗の攻撃を撃退した。しかし翌天正14年に、政宗が再度二本松城へ進軍すると内通者が出たため、7月16日に相馬義胤の口添えにより二本松城は開城。ここに二本松氏は滅亡した。政宗は片倉景綱、次に伊達常実を二本松城代としたが、天正19年に政宗が葛西大崎一揆の戦後勝利で、豊臣秀吉の命令により岩出山城に転封されると、二本松城は会津若松城主、蒲生氏郷の市場となった。氏郷は蒲生郷成、町野茂直を城主に据えたが、慶長3年に氏郷の子秀行が秀吉の命令で、転封、代わって上杉景勝が会津に入ると城代は再度交代し、下城忠親が城代となった。上杉景勝が会津を領有した期間は短く、2年後の慶長5年、徳川家康に敵対した慶長は、関ヶ原の戦いの後に、米沢城に移された。会津には、蒲生秀行が復帰し、梅原弥左衛門と角谷勘右衛門が二本松城代となった。元和8年、本山豊前、本山河内が城代となり、後に、外千信濃守が城代となった。寛永4年、秀行の嫡男忠郷が、跡継ぎのないまま死亡。次男の忠友が、伊予松山城に転封となり、会津に忠友と入れ替わりに、加藤義明が入ると、二本松城には、加藤死頼記の松下重綱が、下野烏山城から5万石で入城した。翌寛永5年に、重綱が没すると、その子、長綱は、三春城に移され、二本松城には、義昭の次男、秋俊が入城した。寛永20年、義昭の嫡男秋成が改易となり、おいで秋俊の子、明勝も、本家と同様に改易となった。代わって、白河小峰城より、庭長秀の孫、光重が10万700石で入城した。光重は、二本松藩の藩長としての威容を備える、ため大改修を行った。この際に、本丸に石垣が積まれ、三重の天守が築かれた。以後、明治維新まで庭師の居城となった。慶応4年の戊辰戦争に際し二本松藩は奥、上津列藩同盟に参加して、新政府軍と戦ったが、7月29日、藩兵の大半が白河口に出向いている隙を突かれ、新政府軍が二本松城下に殺到し、わずか1日の戦闘において落城した。手薄になった攻城戦においては、二本松少年隊と呼ばれる少年兵も動員された。藩主の丹羽長国は米沢に逃亡し、9月に降伏、石高を半減され藩が存続した。この攻城戦において、城の建物の多くが焼失した。修復された天守台跡二本松城は、二本松市街地の北に位置し、麓の館と標高345メートルの白旗が峰に築かれた城郭からなるはしご格式の平山城である。頂上の城跡が時代的には古く、室町中期、畠山氏第4代二本松万隊によるものである。二本松氏の以前の館は天地が丘であった。天地が丘は平城であるが、周囲の平地から20メートルほどの微高地に、築かれており、館的な要素が色濃い城である。観音の上覧以降不穏になっている情勢に合わせ、城の南方 1.5km ほどの白旗が峰に築城したと思われる。山の頂上の本丸が置かれ、本丸と平地の飛行は約120メートルである。本丸から北西、東、南にそれぞれ尾根が伸びており、東と南の尾根にそれぞれ郭が築かれている。唯一他の山につながっている北西の尾根は堀切で遮断されており、北方の尾根伝いに敵が侵入するのを防ぐ形となっている。天正19年に蒲生治里が入部すると、城域は拡大され、はしご格式の城へと変貌した。また、本丸直下に穴積みによる大石垣が組まれ、食宝城郭としての形が整えられた。これと同時に、城下も整備されている。蒲生氏の支配の後は、加藤義昭が会津に入部し、加藤領となった。この時に、山麓部分の高石垣が築かれている。寛永20年、丹羽光重が二本松に入部すると、城下の大規模な改修を行った。まず、奥州街道を付け替えて、直接城下を通らないようにし、城の南に東西につながる観音丘陵を城域に取り込んでいる。城と丘陵で囲まれた地域は武家地となり、丘陵には切通しが開かれた。この時の城域は郭内という地名に残っている。切通しには門が設けられ、城の外部の警戒線として機能させた。丘陵も含めた広大な城域は、東に口を開けた馬蹄のような形になっており、外部から城に侵入するには一旦丘陵と切通しを越えなければならないようになっている。この点は鎌倉と作りが似ている。また、城域外から本丸を除いた城の様子が全くわからないという防御に有利な縄張りを持っている。東側の開口部には水堀と門が築かれ、守りを固める形になっている。以前は、堀の形に沿ってクランクがあったが、近年の道路改修で消失している。丘陵のうち北東方面はなだらかだが、その北を流れる小井川の段丘崖があったと考えられ、相応の防御力を持っている。寺社は、観音丘陵の南面と城の開口部で水堀より、東に続く谷の両側に集中して配置されている。特に沢地形の奥に寺社が築かれることが多く、外敵が侵入した時に、兵の駐屯場所と出撃拠点を兼ねるような形になっている。城下最大の寺社は、二本松神社であるが、観音丘陵南面の尾根上に築かれており、独立した廓として機能するようになっている。また、地形的な弱点である西側の唐雨手には、大隣寺、龍泉寺が配置され、防御力を補う形になっている。庭師が入部してから、本丸はほとんど機能していなかった。これは、城の中心が山麓に移ったことを示している。しかし、室町期から城として活用されてきただけあり、本丸周辺には年代が特定できないものを含めて、無数の平場がそのまま残されている。二本松少年隊群像城跡は、県立霞ヶ城公園として整備されている。復元された美濃和門近くには、二本松少年隊群像がある。毎年10月から11月には、二本松菊人形展が開催される。ありがとうございます。